どうも、こんにちは。自己産休チャンネルです。今日はね、職業訓練学校について話をしたいと思います。まあ私はね、前回の動画でお話ししたように、退職というのをね、3度経験しています。で、そのうちの1回、外資系の会社で5年間、割とハードワークをした後に、実はここの職業訓練学校というものに通っていました。で、まずね、職業訓練学校っていうものは何かというと、まあ簡単に、まず話をすると、職業訓練学校というのは、無料でお金をもらいながら、職業訓練ができる。まあそういった、まあ素晴らしい制度があって。で、私もね、その職業訓練学校っていうのに、通っていました。で、職業訓練学校でじゃあ具体的に何が学べるかっていうと、基本的にはその都市、町における産業と関連したものが中心にはなるんだけど、例えば浜松市、私浜松市に住んでるんだけど、静岡県のね。浜松市っていうのはまあ、工業都市。主に工業が盛んなので、ある講座っていうのも、それに関連したものが多かったです。まあ、例えば、旋盤加工とか、まあ、例えば溶接とか、例えば CAD とか、そういったものがありました。コースに関しては、本当それぞれの街の特色に関連をしているので、例えばだけど、東京とか都市圏であったら、他にもまあ、ウェブデザインとか、多分ソフトウェア、プログラムとかね、そういう関連のコースも用意されていたりします。で、その学校は、まあ都市には、まあ都市部はいっぱいあるんだけど、まあ一般的な他の地方の場合だったら、まあ静岡県を例にすると、3つ学校があって。で、大体ね、イメージしてもらっていいのは、こう、天気予報を思い出した時に、各県の天気予報って、まあ、いくつかに多分ね、分かれてんだよね。静岡県の場合は、まあ、新幹線で普段皆さんにご迷惑をおかけしているように横長で、まあ、西部、中部、東部っていう風に、3つに分かれてて、なんで3つ、それぞれに学校があります。この制度は、まあ、すごくいい、自分でまあ、勉強しながらお金ももらえて、で、さらに交通費とかもね、支給されるっていう、制度なんだけど、この制度を活用するには、実は条件があって、まあ、たくさんね、本当はね、細かいのも含めるとあるんだけど、一個だけ、ね、分かりやすいのがあって、それは雇用保険に1年間、加入していたっていう実績があること。まあ、すなわち、まあ、基本的には正社員で1年間働いて、過去に働いている人であれば、退職した後に、職業訓練学校に行くという選択肢を取ることが、できる。というふうな認識を持っていればいいかと思います。あともう一個、これも大事なんだけど、その、失業保険の給付期間内じゃないと確か応募することができなかったと思うんで、例えば無職になってしばらく、失業保険を全部使っちゃってから行こうとすると、もうね、手遅れ、になるのでね。もし職業訓練学校に行くんだったら、先にね、ちょっといろいろ調べておいて、入学のためのね、手続き等を進めた方がいいかなというふうに思います。冒頭にも、話の途中にもいいシステムだと、素晴らしいシステムだって言ったんだけど、私もね、それを利用してみたんですが、卒業するまでに、辞めてしまいました。で、このコースっていうのは、基本的にはね、3ヶ月から1年ぐらい、のものがあって、まあ、それもコースによって様々なんだけど、私が取ったコースは半年。2つね、興味深いなと。これとこれ、どっちがいいかなって悩んだコースがあって、1つは、植木職人。庭師になる、講座。それも半年だったんだけど、まあね、今まで私もね、どっちかっていうとこう、ほとんど社内のオフィスで、もう会議室の中に詰め込まれて、こうディスプレイ、パソコンのディスプレイとずーっとこうにらめっこしてるみたいな仕事が多かったんで、外に出る仕事もありかなと。まあ手に職つけるというのも、いう意味でもね、ありだなっていうのと、あともう一個が、広告デザインっていうのがあって。で、広告デザインっていうのは、フォトショップとかイラストレーターの技法を学びながら、広告をいかにして作るか。広告の、まあ、チラシとかね、パンフレットとか作るかっていうので。でね、まあ、その時、まあ今もそうなんだけど、ウェブサイトのデザインっていうのを、まあデザインっていうほどのものでもないんだけどね、まあウェブサイト制作っていうのを、大学生のくらい、時くらいからやっていて、で、まあ、その知識をね、さらに活かせるというか、そこの部分をさらに伸ばせる可能性もあるな、というふうに思って、その広告デザインっていうのを受講することを私は決めて、で、広告デザインに入りました。で、全部でね、人数はそのコース、まあ、これもコースによって人数って大体違うんだけど、まあ、大体どこもね、10から20人ぐらいで、で、広告デザインは確かね、13人かな。13人ぐらいの、私と同じ学ぶ人たちがいました。で、まあ、みんなでね、この広告について学んだり、カメラのね、そうそう、写真撮影の技法も学んだり、
まあすごくね、たくさんのことをこう詰め込むような形で勉強してたんだけど、何がね、私はダメでやめてしまったかっていうと、まあそこもね、やめちゃったんだけど、やめた理由はね、あまりに忙しくてね、職業訓練学校こんな忙しいのかというぐらい、課題が出ましてね。というのもね、まあ今振り返ってみれば、まあ無理な話だとは思うんだけど、広告デザインとかね、こういうなんかデザイナーになるのを、半年のね、間の学習で、そういうのをね、ある程度こう仕事として通用するようになるっていうのは、かなり厳しいことで、まあ半年間ね、すごいいろんなことをこう詰め込んでやったんだけど、そうするとね、もう量がね、半端じゃなくて、もう先生が3人いてね、3人いる先生それぞれが、毎日こう新しい宿題を出してくるの。宿題ですよ。もうね、労働してる時にもね、家に持って帰って仕事をするっていうのは、まあ、電話会議を除いて、私はあんまりこう、個人的なポリシー的にね、こうね、したくなかったの。仕事は家ではしないものだっていうのが、やっぱりあったから、基本的にはそれが、幸せな生活をするために私は必要なことだと思うんだけど、職業訓練学校に入ってね、宿題があるっていうのにね、まずちょっとびっくりしたね。まあ、自分のね、こう、今後の未来のことを考えて学ぶんだから、それぐらい自分の時間を削るのは当然だっていう、まあ、そういうね、厳しい、硬派な見方も、まあ、もちろんできるんだけど、でもね、職業訓練学校っていうのは基本的には仕事と同様だと言われているもので。で、であるならば、まあ、ヘリクスだけどね、家帰ってからも宿題っていうのはきついなと。まあ、一応やってたんだけど、途中まで。でね、途中までやってたんだけど、途中でね、こう、最後には、こう、溢れ出しちゃってね、正直ね、宿題が間に合わなくなっちゃって、割と、まあ、勉強もやってたし、まあ、この、その時からね、こう、インターネット配信も実はやってたんで、まあそういう、その時間削りゃまあできるじゃんっていうのもあったんだけど、でも、まあそっちはそっちで、ね、ちょうどね、ノリに乗ってた時だったから、それをね、こう捨てることもできなくて、そしたらもう結局、キャパシティオーバーしてしまって、で、学校を辞めました。でね、どれだけね、この学校が無理だったというか、まあその学校というかその科が、自分の通っていたそのデザイン、広告デザイン科が無理だったかっていうのを語るのに、いい、数字があって、まあ、13人からスタートしたんだけど、3ヶ月くらいで私を含め、合計でね、5人辞めました。ね、みんな無理だったんだよね。キャパシティオーバーしてて。でね、その先生たちっていうのも、まあ、多分ね、デザインの世界っていうのは、まあ、電通しっかり見ればわかる通り、なんていうか、労働時間のダンピングをし合う業界なんだよね。どうやら私の、まあ、これはここからちょっと私の若干の推測が入るんだけど、要するに、その成果物っていうのは、完成がないんだよね、ある種。突き詰めようと思ったら、どんどんよくやろうと思ったらできるし、で、できるともわかんないけど、時間をかけることはできるんだよね。だから、みんなでね、こう、すごい時間をかけて、上を目指していくような、そういう業界のようで、で、先生方もね、ちょっとこんなのは、例えばだけど、どうしてこの宿題ができなかったんだって、ある種、他の生徒に問われて、で、いやその人が、もう眠くて限界だったんで寝てしまいましたって言ったら、それに対しての答えは、寝るなだったんだよね。もうびっくりしちゃってね。ああ。まあでもこういう業界ではもしかしたら普通にあんのかなとか思ったんだけど、いやでも眠かったら寝るでしょ。ほら。それ寝ますよ。と思って、もう結構ね、まあ、無理がある状況だったというのが私の印象です。じゃあ逆に、まあ、13人のうち5人に俺が知ってる時点で、辞めたんだけど、残った人はどういう人だったかっていうと、もともとね、例えばだけど、もうケースとしては、もともと美大卒業した人とかね。美大卒業してここの学校また来るとか、もうセミプロの人とか、もともとデザインの会社で働いたけど、そこを辞めて、もっと一から勉強し直したいと思ってまた入りましたとかね。いや、そら、ね、みたいな。結構ね、その入った人の間にも、その、能力の差っていうのがかなり大きくあって、そうじゃない、まあ私のような、こう、ふわふわした、特に、その、技術もない人とか、まあ似たような、そんなに技術がないというか、まあ時間も取ってないというか取れなかったりとか、まあ、体力的な問題だったりね。そういう人たちはどんどんね、やめていっていました。なんでね、まあ私の個人の経験からだけで話しちゃうと、まあ、うん、なかなか厳しかったな、みたいな感じになっちゃうんだけど、ただね、そんな短い間でも、まあ私の、まあこのサムネイル、動画のサムネイルとか見てもらうとわかるんだけど、まあフォトショップの使い方とか、デザインの、まあなんていうか、基本というか、みたいなことはね、まあ基本学んでひどいサムネイルかって言われると、ってなるんだけど、まあ、多少のね、やっぱり、ね、学びっていうのはあるし、その間にお金はかからないし、給料もね、もらえるんでね。もしね、まあ、何か今自分がその働いている業界とはまた別の業界でやってみたいことがあったりとかする場合は、
まあ、各都道府県のそのハローワーク経由で多分、その職業訓練学校っていうのを探すことができるんで、まあ、興味がある人はね、一度見てみたらいいんじゃないかな、というふうに思います。まあ、私は失敗でしたけど、うん。他の、そうそう、で他の科は、例えば CAD とか、旋盤加工とかは、ほとんど全員卒業してました。なんで、ちょっとね、なんかね、私が入ったところは、まあ、そこも、まあ、黒点というか、ホワイトじゃなかったような気が、個人的にはしています。なお、私がその、学んでいたその広告デザイン科というのは、私が所属している年を最後に廃科、つまり亡くなりました。まあ、その亡くなった理由に関しては、まあ、はっきりとは聞いてないけど、おそらく、その、パフォーマンスが低かったからだと思います。おそらく。まあ、辞める人も多ければ、就職できる人も少ないみたいな。まあ、結局のところは無理がある講座だったのかな。まあ、人も、まあ、ちょっとなんていうか、そのデザイン関係やってる人ってちょっと変わった人が多いんだけどね。まあ、人もまあ、変わってた人も多いんだけど、内容的に他のものと違って、ちょっときついものだったのかなというのが、まあ、私は思います。まあ、そんなわけで、今回は、職業訓練学校に、について話をしました。なんでね、まあ、ちょっとこれから、仕事を辞めちゃいそうな人とかね、そういった道でも、もう本当に体が限界とかね、次の職場を探した方がいいっていうのがあるんだけど、そういう場合は、まずね、職業訓練学校っていう選択肢してみるのもいいんじゃないかなと思います。今回はね、職業訓練学校について話したんですが、学校に行くんじゃなくてね、まあ、会社を辞めるときに、まあ、次の会社、まあ、いわゆる転職っていう選択肢ももちろんあります。次回は、転職について、まあ、転職の時期であったり、まあ、方法であったり、まあ、面接の突破し方であったりね、まあ、会社の探し方であったり、まあ、転職について、次回は、話をしていきたいと思います。以上です。じゃあ、また皆さん元気で会いましょう。明日、バイバイ。